チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。歴史人物伝井上馨をお送りいたします。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、突然名前を今歴史人物伝って言ってしまったんですけれども、はい、チャンネルクララで思い出した時にやる番組ですね。あ、不定期特番っていう。本じゃないんですか？お、本の宣伝したいんですよ、うん、ただですね、うん、まだできてない。よくあるあるですね。よくあるある。あのお世話になり始めて、チャンネルクララさんにお世話になり始めてあるあるです。はい、いやそれでね、うん、いや実はゲラはできてるんですよ。なんですけどタイトルが決まってないんですよ、はい、おで結構この番組って、はい、番組やった後タイトル変わるってあるじゃないですか。あ、そうですね。でね、もうここで並んでる本でね、もう次徳間書店からね、うん、7月18日に、ね、出すんだと、バレバレですけれどもね、はい、なるほど、はい、まあ、楽しみに皆さんしてください。はい、はい、でそれで中身はですね、私憲政史家名乗ってるじゃないですか。そうですね、いろいろ載ってますけど、はい、憲政史と名の付く本書いたことなくて、そうなんだ。で本当に真面目に憲政史やろうと思って、はい、戦前の憲政史の本やろうと思ったら、はい、明治40年で終わりました。あ、そうなんですね。このまま行くと日露戦争まで行かないんじゃないかなと思ってたら、そんな短い感じですか。はい、かなりミストが濃い、まあ、なんでそうなったかね、はい、まあ、おいおいと、おいおいとですが、はい、今回その中でですね、はい、あの井上馨という人、はい、まあ、重要な登場人物の一人なんですが、はい、うん、イメージは豪傑です。はい、なぜこの人をね、はい、あの取り上げたかというと、はい、私あの、まあ、クレアマ塾という塾を主催しててですね、はい、日本は正論が通らない世の中になったんで、うん、今に至るまでこんな状態なんだ、だから正論が通る世の中にすべく勉強して頑張るぞってやってるんですよ、うん、じゃあいつから通らなくなったんだというと、うん、はい、井上馨が死んでからということを聞いた、そうなんですね。はい、正論が通らなくなった、つまり井上馨が生きてる間は正論が通ってた、うん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 、この人が死んだから日本は正論が通らない国になったんだと。へえ、はい、あの山形有朋や高杉晋作よりも、あと伊藤博文よりも年上なんですよ。あ、そうなんですね。実はなんかちょっとイメージ的にはこうちょっともうちょっと影が薄いというかと思うでしょ、はい、というのはあの長州出身の元老でありながら、まあ、軍人 の, あの人はともかくとして、はい、まあ、大山岩西郷継美して薩摩の人を除いて、はい、あの長州の軍人じゃない政治家で元老で唯一首相をやってない、うん、はい、ところがまあ影薄いって言われるのしょうがないですよ、首相やってないんで、はい、ね、宇野宗助とかあんな人はこんな人もね歴代総理に乗るのに覚えてる。うん、はい、ね、うん、もうね、他の名前挙げるとね差し障りあるで一番ないとこ ね、うん、言っておきましたけど、でもあの総理やってないけど総理よりすごい、まあ大蔵大臣や外務大臣何回もやってるんですけど、はい、初代ですね、はい、初代外務大臣、はい、その話もしてますが、まず幕末どんなことやってたか、はい、まあ、特筆すべきは高杉晋作らと一緒にイギリス公使館野球地野球地しちゃったんでね、はい、まあとりあえず伊藤博文たちもね、はい、あの高杉のパシリーズとしてパシリーズだったんですね、はい、ね、うん、それからまあね、イギリスへ密航して今となっては長州5って名前をするんです、はい、これも伊藤と一緒に行ってるんですけどね、はい、でイギリスで留学、ね、してる時に、うん、はい、あのイギリス以下4カ国が下関を砲撃したという事件を知り、うん、急遽帰国、でそれまでまあ開国して ね、あの外国の文物を取り入れるのが何よりも先だって言ってたのが、うん、まあ、上位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 断固上位あれのみと、ね、あの大河ドラマ家臣で、あの井上馨演じてた東野英進さんが絶叫すると、暴れ八丁のお父さんね、そう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 、はい、ね、あのニコニコ動画で、ね、クララから来ましたコメントがね、たくさんあるわけですよ、うん、じゃあ勉強家だな、うん、はい、はい、ね、でそれでですね、まあ、あの当時長州は俗論党正義派ってね、俗論党と正義派、はい、まあ、俗論派とか正義派って、はい、ちなみにこの命名者高杉晋作、おー、うん、ですけど、まあ、あの当然俗論党は敵だけれども、はい、俗論派は敵だけれども、はい、で即時上位なんて無理って分かってるわけです、うん、頭いいから、はい、うん、でそういうこと言うんで昨日までの友達からもテロで狙われると。でもこれはわざねと、うん、ですかやっぱり、ね、はい、はい、で、まあ、重傷を負うこともあるわけです、はい、でそんな時に高杉が、まあ、チャンネルクララの視聴者にとっては、あの
ね、もう耳たこの鉱山寺劇、うんうんうん、駆けつけるわけですよ。ね、伊藤博文は身分が低いから、まあ、来なくても責任問われないので真っ先に来た、うんうんうん、井上薫は重傷を負ってるから多分来ないなと思って、うん、来なくても文句言われないのに行った、うんうん、ね、一番頼りにされてた山形有友は最後に笑っちゃいけないけど、はい、もう死ぬまで消えない序列ですね、はい、あとどんな努力してもね、はい、一緒に言われますね。ですよね。だってあの最後ね、派閥は山形有友の方が圧倒的になるんですよ、うんうんうん、でも伊藤博文がいや田尻さんいい人でしたよ、あ、その一言でね、その一言でね、はい、お前遅れてきやがって、で最近出てるのが、あの伊藤博文暗殺論の黒幕が、あの山形有友でさらにもうそれ言われるのが嫌だから嫌だったからと、うん、かなり説得力のある説明ね、うん、なるほどね、ね、うん、暗山熟知を中心に流れてますが誰も証明してません、そうですね、エビデンスなしで、はい、はい、さて維新になって何やるかっていうとですね、はい、あの大久保利通という薩摩の人の側近になっちゃう、はい、で大倉太夫、まあ、大輔でもいいんですけど、はい、これはあの大倉卿という今にあでいう大臣の下に当たるんで、うん、まあ、副大臣とか次官、ね、ああなるほど、勉強になります、はいはい、でですね、まあ、維新で、まあ、幕府やっつけちゃうと、はい、それね、あの砂漠派の椿さんから屈すると怒り狂うとこなんですけど、本当にね、うん、薩長の連中ね、まあ、肥前の大隈もそうですけど、まあ、土佐もそうですけど、遊び待ってるんですよ、うん、女遊び金遣い、うんうん、でまあ小猿沢銅山事件というね、はい、まあ、悪事を働いて、うん、まあ、失脚するわけですよ、ちなみにあの大河ドラマ飛ぶが如くでは、はい、長谷川初則さんってあの2枚目入ってて、はいはい、どう見ても唐の栄心と違うだろう、うん、この2枚目ぐらいどっちが違うんだっていう と、 違う、見た目はね、あの井上って2枚目だったんで、うん、長谷川初則さんが近いです。おお、なるほど、はい、さっきあのお写真出てましたもんね、はい、うん、結構イケメンですよ、はい、井上薫、でそれで政府いられなくなったんで、うん、あの実業家になって、まあ、三井物産作る、うん、すごいすごいですね、財閥ですよ、うん、あ、先生さっきちょっと一瞬戻っていいですか、はいはい、さっきあの長州ファイブがイギリス行った時の資金ってやっぱり井上薫ですか、はい、いえいえ、その時はそんなにいかないんで、まあ、半でね、あの集めるわけなんですけど、あ、うん、そうなんですね、なんかそういうお金を集めるそういう能力もある人だったかなと思って、明治になってからもう財界といえば井上さん、うん、やっぱそう、ね、あ、ちなみにね、伊藤博文の女遊び、うん、山形有友の金の汚さ井上薫の両方両方両方、おー、ええ加減せよと、なるほど、ね、どっちか一つにしとけば、ね、うん、あの首相になれたんじゃないかと、いい、あ、そっかそっか、首相になってませんもんね、そうなんです、はい、はい、うん、で、あの西郷隆盛がかまってくれたんですけど、うん、ええ、でも内心はむちゃくちゃ腹立ってたらしくてある時宴会で、ええ、お酒継ぐ時三井の番頭さんって場が凍りついたというね、記録が残ってますねでもあれですよね、西郷どんだったら言い返せませんよね、はい、はい、だってかばってもらってるんですもん、そうですよね、ね、肥前の江藤新平がね、うん、本気で潰しに来ての西郷さんかばってくる、うん、はい、で、それでですね、うん、まあ、あの井上さんですね、はい、あの外務卿として、そしてそのまんま内閣制度ができたんで初代外務大臣として、はい、条約改正に取り組みます、はい、あのなんで明治維新ってやったかっていうと、江戸幕府が結んだ不平等条約を撤回させるためには、はい、力をつけなきゃいけない、で富国強兵やるわけですよ、はい、で富国強兵やってる最中って実力ないから、うん、列強と相手にしてくれないじゃないですか、ですよね、でもあの今力ないから交渉するのやめようとは言えないわけですよ、うん、ということは、ええ、その時担当した外務卿外務大臣って絶対成果が出ないじゃないですか、ですよね、それを引き受けたのが井上、うん、おお、すごいな、というで、そんなこと言いながらも、ええ、あの朝鮮半島問題ってもう江戸時代から揉めてて、ええ、で、うん、朝鮮で揉め事が起こると日本も介入して、うん、で清国も乱入して、はい、でいつ日清戦争と起きてもしょうがないわけですよ、はい、で井上が外務卿外務大臣の時に、ええ、それが神戸事変後進事変というのが起きて、はい、どっちも井上が片付けてます、うん、1回目に至った伊藤博文が、うん、はい、あのいない時に井上が片付けてる、あの大久保と外遊してる時でしたっけ、あ、ごめんなさい、失礼しました、はい、はい、あの伊藤博文がもう事実上首相みたいなもんなのに、はい、あのやってるんですね、はい、うん、まあ、当時首相って地位なくないけれども、まあ、当時、まあ、事実上伊藤が、あのプライムミニスターみたいな時、総理大臣が不在なんですよ、憲法を学びに行って、そうなんですよ、ね、でもそれでそういう外交問題起きてるのに片付ける、うん、井上がいるから伊藤は安心して生きるわけですよ、うん、なるほど、
手に負ってすごいですね。すごいんですよ、うん、でもこの間ね、まあ、それで井上薫が批判されるのは、うん、鹿鳴館って知ってます？もう よく存じてます。はい。で、あの条約改正できなくて日本人が泣き寝入りしている時に、うん、あのまあ、三河漫才とかやってるわけです。三河漫才コスプレ、コスプレ。伊藤博文はベニスの商人に、じゃああれかな、こう目目、あのなんていうかな、こういう仮面舞踏会、はい、ああいうんじゃなくて本当にねコスプレ、うん、コスプレ。総理大臣と外務大臣がなんかね、はい、ダチョウ倶楽部やってる。マジで？どうぞどうぞ。だからアジア支持者の皆さんふざけんなあー、まあ、ね、ね、うん、白人にこびやがって。いやそれ白人にこびてるというよりはふざけてるだけじゃん、うん、みたいな。うん、でもこれでふざけてるように見えるけども、なんだろう、その白人社会に追いつけ追い越せみたいなところもあったね。まあ、それもある、うん、でも本当にふざけてる。あ、本当にふざけてもいるんですね、うん、いやだから金と女の人すぎて、うん、いやだからね、うん、だから、いや、あの幕末の英傑の井上薫がなんでこうなるんだと、うん、みんないぶかるぐらいね、あの金権腐敗政治がひどくて、まあ、あんなことやこんなことや子どもの教育によろしくないことがいっぱいあるんで、カス回収、カスカシオ、はいはい、でも大好きじゃないよ、裏切り者、うんうん、裏切り者っていうかね、ね、サバカオグリの下、オグリの下だから、はい、私にとっては裏切り者、ね、裏切り者のカスカシオが伊藤君意外にしなさいってね、うん、手紙送っちゃう。へ、鹿鳴館陰風政治批判っていうね、陰の字が子供の字には、ね、教育悪い字ですね、うん、ですね、はい、はい、っていう。でそれでまあ井上はですね、うんうん、あの変な妥協しないんですよ。だから成果出ない、うん、なるほど。で井上が成果出ないのなら何遊び歩いてんだ、夜な夜なね、あの変なパーティーやってんだと、うんうん、いうことでね失脚して、で次の黒田首相、清高首相を、はい、大隈重信外相がスタンドプレーン走って、うん、やっぱりあのアジア主義者の皆さん怒り狂うんですけど、アジア主義者、そう、井上薫もその黒田の、はい、黒田内閣大隈外相のスタンドプレーン批判的で、まあ、それが原因で、まあ、結局いろんな批判に耐えれなくて黒田さん首相を辞めさせられるわけですよ、うん、批判に耐えられなかったんだ。そうそうそう、あ、だってあの外務大臣がテロで右足失うんですよすごい時代だね。すごいでしょ、うん、外務大臣が日本で起きたと思えない今の、はい、テロで爆弾で右足吹っ飛んでやられた大隈重信が、うん、いや俺ね大隈さんみたいにね、あの日本刀じゃなくて文明の利器でやられたから偉いよねとかわけがわかんない強がり言っててでしかも やったやつはやったやつで、はい、その場で自決するわけですよ。へ、ね、でさらに大隈内閣作るなそいつの親分の平岡幸太郎っていう現業者っていう、どうなってんだっていうね、なんかすごい時代ですね本当に。でさらに、まあ、そんなふざけんな大隈って言ってた井上薫によほど腹立ったのか、総理大臣辞めた足で酔っ払った黒田が井上薫の家に猟銃持って殴り込んで殺しやるって言って、その時井上が不在だったと、うん、いたらあの、うん、本当に殺されてたかもしれない、前首相と元外相が殺し合いやってるかもしれない。ね、楽しい時代ですね。楽しい時代ですね、はい、うん、とはいうものです、いざとなれば頼りになる男で、1回番組であった第2回選挙干渉ですね、はい、まあこれで大混乱の内務省を収拾したのも、はい、だからやりたい放題やってた官僚が、うん、はい、あの井上が大臣として乗り込んできた瞬間急にねピシッと大人しくなった。怖いんだね。で日清戦争の時にですね、はい、まあ、そのまんま大臣在任中に日清戦争起きて、はい、朝鮮って聞き分けがないから日清戦争になるわけですよ、はい、で、あのもう聞き分けないから、そうで大混乱の中、あの、うん、大臣経験者なのに講師として乗り込んで、はい、コリアンを黙らせ、うん、チャイニーズもコリアンも腐敗官僚も全員井上が来たらビビって終わり、すごい今日本に欲しいもんじゃん、チャイナ、コリア、腐敗官僚、あれ日本に欲しいですね。本当に欲しいですよ、うん、なんか長州にそういう政治家いないかな。長州にはいないね、はい、うん、思いっきり、ね、砂漠派として怨念がこもってました、ね、そんなことないで、はい、ね、え、それで、ね、一回、ね、首相にあの、うん、対面交換したんですけど、はい、別にいいやって終わり、うん、別にいいやっていいよって、うん、あの財界人すごい友達で、うんうん、そうですね、まあ、三井だけじゃなくて三菱以外の全、うん、財閥が井上の傘下みたいなぐらいすごい力あって、うん、で財界がいや井上がね国のためにやるんだったらいいんだけど政党だけはって言われたんで、うん、まあそういうんだったらいいやと、じゃあやりたいようだから桂太郎くんやりなって、桂太郎くんやりなって、うん、言うよって桂お前ねっていう、全然こだわらないから首相になってない。なるほど ね、 ね、うん、こだわりが そういうところにはないんですね、うん、はい、でそれでまあその後あんなことやこんなことがあって、
って、はい、まあ、声優界という常に、あの第一党にいる政党がですね、うん、まあ、あの戦争に協力してやるから鉄道をよこせみたいな、利権よこせみたいなことをやるわけですよ、ね、あの 総理にしてくれなかった戦争に協力しないとかね、うん、やりたい放題わがままやるんで、井上が鉄槌を下して、あのもうじゃあもう声優界以外のね、うん、あの首相やると、うん、でそれであの選挙やる大隈重信って人を引きずり出して、はい、お前総理やれと、で声優界潰すための総理だと、すぐ解散しろと、うん、で大隈も大隈で、うん、どことの麻生太郎みたいに、うん、あのすぐやれって言ったのに、うん、引き伸ばすとかやんないで即解散して、うん、で井上も資金源を止めて、うん、声優界を第二党を叩き落とすと、うん、まあ、第一党だからって調子に乗ってんじゃねえよと、すごい収集財界の中に全部止める、うん、はい、ね、すごい収集力ですね、収集力っていう、はい、はい、うん、っていうね、まあだから結局財界ほぼ全員友達なんで、うん、あの資金源ももうそうしっかりしてらっしゃるで、誰と誰、どの政治家が誰から金もらってるか分かってんで、うん、ちょいちょいってね、うん、今回ばっかりはね、あの声優界に金渡すのよと、うん、ああなるほど、もう資金源止めちゃえるぐらいすごい、すごいで、そうやってね、なんかすごい利権政治家っぽく見えるんですよ、ただそれだけな、朝鮮をね、うん、チャイナコリアを叩きのめすぐらいですが、うんうん、地球儀見て、うん、第一次世界大戦って起きるじゃないですか、はい、でヨーロッパ大戦って当時言ってたんですよ、でバルカン半島どこみたいな感じなんですよ、圧倒的多数の日本人、はい、エリートも、 そうですね、はい、でその時に真っ先にこれは天佑だって言ったのが井上薫、あの天佑書簡って言って教科書も必ず、はい、出てきます、はい、天佑、大正の天佑だ、はい、ね、筆頭元老の山形有朋と首相の大隈重信に、うん、まあね、あのこれはね、日本が世界の大国になるチャンスだから、うん、ね、絶対やれと言った、はい、でその通りやるわけですよ、うん、だからあの伊藤博文って初代首相で、はいはい、まあ、筆頭元老で、うん、まあ、あの別に自分で派閥作んなくても勝手に人を取ってくるんですよ、うん、はい、で山形有朋って若い頃一日やらかしたせいで、うん、努力しないと派閥作れないんで、うん、結局ものすごい派閥作っちゃうんですよ、はいはい、そうですね、はい、うん、で井上っておっかないんで人がやってこないんですよ、うん、元老だけど首相になってない唯一の人みたいな位置づけなんですよ、うん、はい、でも本当にすごかったのは井上、なるほど、だって第一次世界大戦で日本は、あの大国になってます、そうですね、はあ、実質的にはもう日露戦争になってるけど、形式的にベルサイ会議で日本さん来て、そうですよね、第5大国ですね、5大国、はいはい、だってヨーロッパの戦争なのに日本呼ばれたっていうのは形式的にも呼ばれて、もうここにあるわけですよ、そうですよね、で何か保守の人が大好きなあの差別撤廃みたいなやってるんですよね、はい、っていうね、はい、まあその話はね、はい、ちょっとあの日本の黒歴史なんで、私もそう思います、そう、日本の黒歴史の時は井上は死んでんですよ、はいはい、おう、そうなんですね、だって井上がいたらあんなの許しませんよ、うん、はい、全権大使の役割がなかったってやつですね、まあ、だから結局、はい、まあ、総理大臣が原敬、うん、全権大使が西園寺金持ちっていうね、はい、まあ、くだらない人間がね、はい、くだらないとかちょっとはっきり言いましたよね、はい、なるほど、だから原敬とか西園寺金持ちをくだらない政治家っていう、うん、だそこから劣化の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 難上して今みたいな、そうですね、それでもそれにもう加えて加えてひどい、はい、はい、ありがとうございました、次回なんですが、はい、次回は本ができてるかな、はい、できてるかな、タイトルも決まってるかな、本はできてんだけどタイトルどうかな、はい、まあ憲政史の話をやります、陸奥宗光をお送りいたします、はい、よろしくお願いいたします。